遅かったじゃないか。テレビを見たまえ、アンダーゼロの事件についてやっている。報道ではエデン症候群が集団発生した原因はハッカーによるエデンへのハッキング行為だとされている。こぞってハッカーを批判する内容ばかりだ。逆に黒幕の岸辺のことには一切触れられていない。あくまでも上白は被害者、そしてハッカーが加害者という構図が出来上がっている。岸辺はハッカーたちに罪をなすりつけ、今も上白優子を利用して九段のパラダイスロスト計画を進めているのだろう。それに関してはまだ何も手がかりがないな。だがおそらく岸辺の計画は佳境に近い。優子くんは計画の最終段階に欠かせないキーなのだろう。岸辺はアンダーゼロに大量のデジタルウェーブを流し込み、行動の読めないイーターを見、おそらくあれは実験だったのだよ。デジタルウェーブとイーター両方を制御できるか否かのね。今まで利用してきたハッカーの掃除もできて一石二鳥だっただろうな。君たちはその生き餌にされたのさ。岸辺理恵は本来作為的に操ることなどできないデジタルウェーブの流れを操作可能にした。パラダイスロスト計画もいつ発動してもおかしくない。そしてそれと並行してこの計画の真の目的も探らねばならない。パラダイスロスト計画の肝はデジタルウェーブをコントロールして得ることができる何かだ。最近迷いが事件が起こった地点と新たに手に入れたデジタルウェーブの流れのデータ、これらの情報を照らし合わせれば最終的にデジタルウェーブが注がれる点を予測することができる。おそらくその点こそが計画の中心地だろう。これらの検証にはしばらく時間がかかる。悪いがもう少し待っていてくれ。よかった、無事だったんだね。実はオメガモンが君と直接話したいんだって。ジャクソンフォーラムに来てくれるかな。あそこならあんまり目立たないで済むだろうし、よろしくね。Ja, so, hallo, damit willkommen zurück zu Let's Play Digimon Story Cyber Sleuth. Ja, im letzten Part hatten wir den Story Overflow des Jahrhunderts, Leute. Wenn ihr diesen Part nicht gesehen habt, schaut euch diesen Part an, was da alles passiert ist. Das war der absolute Wahnsinn. Omnimon ist digitiert, dann haben sich die ganzen Parteien gegenseitig attackiert. Yuko hat sich herausgestellt, dass es eigentlich Yuko ist. Dann ist der Geistertyp, hat sich als ihr Bruder herausgestellt. Sachen sind passiert, Leute. Und schließlich hat die Präsidentin von Kamishio hat die Iter auf die Hacker und die Eden-Besucher freigelassen. Und jetzt gibt's ganz viele, die dem Eden-Syndrom verfallen sind. Ich hoffe, ich habe jetzt so ziemlich gut zusammengefasst. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es ist so viel passiert, viele new cases. Oh. Ja, ich habe auf Screen mal Dinge zulassen. Cases. Ja gut, ne? Es ist so viel passiert, Leute. Let's Part, das war der Wahnsinn, war das einfach nur. Wow, unser Team ist ein bisschen gedamaged. Gut. Okay. Moment. Haben wir gleich so. Ja. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter, ne? Ich spreche erstmal mit Omnimon. Im Zexenforum. Wir machen halt einfach weiter, ne? Wir sind jetzt übrigens in einem neuen Kapitel. Das finde ich nicht schlecht. Zexenforum. Yo. Uff, geht's. Ach, schaut euch das an. Das ist Omnimon. Ah! Ich will haben. Mivons. Hi. Ah,
だが通信ではなく君たちと直接話し合いたかった。びっくりだよね。すっかり大人になっちゃったみたい。お姉さんとしてはちょっぴり寂しいけど、ぶっちゃけこの渋かっこいい感じもでもってこっちの世界に来た理由とか忘れてた、いろいろなこと思い出したんだって。それじゃあオメガモンさん、どうぞ。ありがとうノキア。では聞いてくれ。まず私がこの世界に来た理由、それは我らデジモンの住まう世界デジタルワールドはイーターの猛威にさらされ滅びの危機にある。イーターがデジモンの世界にも？ああ、データを食らうイーターにとってデジタルワールドは最高の餌場だ。奴らはこの瞬間もデジタルワールドを食らい侵食している。私はデジタルワールドの守護者たる最高位デジモン、ロイヤルナイツに名を連ねるデジモンだ。我らロイヤルナイツはイグドラシルの意志を受け行動する。キングドラシル？イグドラシルとはデジタルワールドを司る存在、秩序そのものだ。イーターの出現を感知したイグドラシルは奴らを監視し、さほど時を置かず脅威をオルゴンスエラーと判定した。その意思に従いロイヤルナイツは奴らの完全排除を目的とし、イーター発生の原因を探り始めた。そして脅威の発生源を特定した。それは隣接する異世界、君たちの世界に誕生したばかりのとある電脳空間だった。え、私たちの世界のとある電脳空間？エデンだ。彼のネットワークは人間の意識を完全にデータ化して電脳空間に出現させた最初のシステム、エデンアバター。つまり人間の精神データこそがイーター発生の原因であると判断したのだ。エデンという電脳世界で現実世界と同様に、いやそれ以上にあらわとなった人間の悪意や欲望、劇場、攻撃性、そのデジタル的に異質な感情データが奴らを生み出したと。そんな無論壮大な判断に異を唱えるロイヤルナイツも存在した。私がそうであったように。だが自らの結論を誇示し、全ての原因は人間にあると主張する者も少なくない。彼らは今人間世界を滅ぼそうと動き出している。この地上全てだ。イーターを我らの世界から排除したところで、人間という発生源を消し去らない限り奴らはまた現れる。人間を滅ぼす以外イーターを完全に排除する術はない。それが彼らの下した結論だ。デジモンが私たち人間を？彼らは人間世界に攻め込もうとしている。ロイヤルナイツが大軍を率いて奇襲をかけ、攻め込むってどうやって？デジモンは現実世界には出てこれないし。東京と呼ばれる都市では物質的空間であるにもかかわらずデジモンが出現する現象が起きているんだろう。人間世界とデジタルワールドは次元の壁と我々が呼ぶ原理原則により異なる次元時空として隔てられている。だがその壁に大穴を埋めし、次元の隔たりに扉を作り出せば、2つの世界はつながり、原理原則が重なって混ざり合い、結果あらゆるデジモンが往来可能となる。昨今東京で起きているデジタルウェーブの増大や異常は、おそらく扉を開くための準備に違いない。パラダイスロスト計画とはそれだ。つまり計画を推し進めていた岸辺という人間は、彼らロイヤルナイツの意向に従っているか、もし精神を操られている可能性が高い。じゃあ
つもこっちに。二つの世界は完璧に隔絶されているわけではなく、わずかな次元の裂け目がいくつも存在する。私もアグモンとガブモンというデータ質量の小さな姿でなら通過することができた。予期せず記憶の一部を失ってしまったが、私と同じく何らかの手段を講じてこちらにやってきたデジモンがいたとしても不思議はない。私は何としても彼らを人間世界への侵攻を阻止したい。自分たちの世界を救うために別の世界を滅ぼすなど正しいはずが、そのような破壊的解決を私は望まない。オメガモン、私もそんなの嫌だ。だって人間とデジモンはもっともっと仲良くなれるはずだもん。どうか君たちの力を貸してほしい。この事件にはロイヤルナイツである私ですら知り得ない謎がある。それを解明し事件を解決に導くには君たちの力が必要だ。待たせてすまない。思いのほか検証に手間取ったよ。だがその甲斐あっていろいろと興味深いことが判明した。事務所に戻りたまえ。直ちに会議だ。私たちも行く。さっきの話も伝えないとだしね。 Okay, the plot is real. Oh my god, Leute. So much plot. Und es geht direkt weiter. Okay. いや、あと一人重要なキャストがまだ来ていない。重要なキャスト？私たち以外に誰が？重要なキャストってまさか。だが岸辺を追い詰めるための作戦会議って聞いてきてみりゃ、暴走イノシシアタック少女も一緒だよ。なんだか不安だな。それはこっちのセリフです。レジェンドとかどんだけあれこじらせてるんですか。この悪いが、この作戦は誰一人かけても成立しないんだ。暴走イノシシアタック少女もレジェンド、ただし中にこじらせ少年も協力してほしい。まあ俺は岸辺を叩けるんなら何だっていいさ。早く始めてくれ。だそうだ。暴走イノシシアタック少女も異論はないか。あっと、その前にどっちみんなに聞いてほしい話があって。それがパラダイスロスト計画の全容か。人間世界の破滅とかマジかよ。そこまで話がでかくなってんのか。その情報のおかげで私の仮説も全て立証された。いや、私っていうかオメガモンのおかげっていうか、京子さんその呼び方もうやめてっていうか。それでは改めて作戦会議を始めよう。まずは事実 A。 岸辺里江の目的は次元の壁に穴をうがつこと、次元の扉を開くことであると判明した。事実 B。 その岸辺里江によって上白優子が誘拐された。これら A、B の事実はおそらく無関係ではない。 A を達成するために B の実行が不可欠だったのだろう。そしてA はまだ達成されていない。よって今回の作戦行動では上白優子の奪還およびパラダイスロスト計画の全面阻止の同時達成が可能となる。いきなり頭パーン。 B 実行の理由はこの際気にすんなってか。いくらなんでも強引すぎんだろ。名推理とは得てしてそういうものさ。だが至極真っ当な君の疑念の雲を払うため、私が新しく手に入れた証拠をお披露目するとしよう。相変わらずつかみどころねえな。最近起きた迷いな事件の発生場所、
そして現在検知可能なデジタルウェーブの流れをシミュレートした結果、定常的に安定状態にある大規模なエネルギー場の存在が浮かび上がった。東京全域を覆う円環状のエネルギーの流れ、私はこの環状ネットワークをデジタルラインと名付けた。驚くべきことに、デジタルウェーブで構築されたこのエネルギー場は人為的な制御がなされている。十中八九、神城、岸辺たちの手によってだ。各地に配置されたエデンスポットもどうやらエネルギー場の構築に関連していたらしい。そうか、新宿でオタクがジャンプしたネットワークはこいつだったのか。ほうほう、エデンスポットにそんな秘密があったとはな。要は流脈みたいな道ができてるってことだろ。その通り、このネットワークは流脈、レイラインなど古くから存在する超自然的なエネルギー場と酷似している。デジタル用のエネルギーライン、岸辺たちは長い時間をかけてデジタルラインを整備していたんだ。デジタルウェーブを循環させる構造は、それ自体がエネルギー反応炉であることを示している。蓄積し、冷気させ、増幅して放出する。このデジタルラインに蓄積された膨大なエネルギー量のデジタルウェーブを放出することで扉が開くのだと私は考える。エネルギーの冷気状態から推測するに、パラダイスロスト計画はいつ実行されても不思議はない状況と言える。そして現在エネルギーの流れに著しい変化が見られるポイントがある。エネルギーの流れを追いたどり着いた先は六本木だ。六本木の地下には神城の研究施設がある。六本木地下施設と呼ばれているらしい。なんともそっけない、政府関連施設じみた名称だと思わないか。そうだ、以前調査した地下道、その奥にあった例の施設だ。君のログ情報を追跡した結果、上城優子と別れた地点と座標軸が一致した。本丸は間違いなくここだ。そこを攻め落とせば優子奪還、一生は確実ってわけだ。 A 達成に B 実行が必要だったとして、 B が実行された時点で A 達成に必要な条件 C が成立しているなら、すでに B は。Irgendjemand rastet gleich aus. Ja, Lucia, ich fühle mit dir. Ich fühle mit dir. Nukari wa nai sa, Orata. Digital Wave の制御自体を妨害するんだ。説明した通り、デジタルラインはデジタルウェーブの流れを制御して構築された人工物だ。その制御はエデンスポットをはじめとする各種装置の稼働やコンピューターオペレーティングで行われている。つまりそれらを妨害できれば。なんともアナログな方法だな。要は電源を落としちまえってことだろ。その通り。しかし向こうもそこが弱点なのは承知しているはずだ。予備電源の一つや二つ用意しているだろう。だが同時多発的に工作を行えば必ずほころびは生じるはずだ。いっぱい人を集めて一斉に電源を送るとか。アホ、そんなもん東京中を停電させりゃ一発だろ。そっちは俺に任せてくれ、京子さん。ちょ、東京中をって、だからどうやって。ふん、俺はハッカーだぜ。ハッカーがやることは一つだろ。知った連中を集めて各地の電力供給システムにハッキングを仕掛ける。一斉にド派手にな。ま、加減はするさ。影響範囲は必要最低限に絞り込む。
その分時間はかかっちまうな。なるほど。君には各地にあるエデンスポットへのハッキングを依頼しようと考えていたのだが、確実に岸辺の今日をつくとするなら絡めてから攻めるべきだ。美なるかな美なるかな無形に至る。作戦名無形の陣と。お、いいね。孫子、真なるかな真なるかな無形に至る。まあ分かんないけど分かった。分かんないようで分かった。あなたがそっちなら私たちは言うこっちだね。だよね。理解が早くて助かる。では君たちは地下道から六本木地下施設へ向かってくれたまえ。童貞は助手が把握しているはずだ。そんじゃ同時作戦開始だ。優子は任せたぜ。よし、優子っちを助け出すぞ。でもってパラパラダンス計画なんてのも。Okay, waren das jetzt wirklich 22 Minuten breiter Plot? Okay. 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 Also nochmal zusammenfassend. Wir haben Ida, die die Digi-Welt zerstören wollen. Um zu verhindern, dass die Digi-Welt zerstört wird, wollen die Royal Knights die Digi-Welt beschützen, indem sie die Menschen ausrotten, weil die Menschen als Nahrung quasi für die Ida zählen. Und wenn es keine Menschen mehr gibt, gibt es auch keine Ida mehr. So ist denen ihre Idee. Um das zu bewerkstelligen, will Kamishiro in Form von der komischen Ri. Wie sie Ri? Ich glaube, sie hieß Ri, ne? Wollen ein großes Loch schaffen, um eine Tor in die richtige Welt zu öffnen für die Digimon. So. Soweit habe ich verstanden. Was da jetzt hier mit den ganzen Zeug da jetzt schon wieder gelabert wurde, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es ein riesengroßes System, wo ganz viel Energiefluss ist und ganz viele Digital Waves zusammenkommen. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, wo dann das Loch entstehen soll. Ne? Glaube, ich habe es soweit richtig verstanden. Und das wird von mehreren Punkten aus gesteuert. Die Energie. Und Arata will jetzt diese Punkte gleichzeitig hacken und somit ihr quasi die Energie lahmlegen. Und wir sollen in der Zeit Yuko retten. Gut. Glaube, ich hab's soweit verstanden. Das war jetzt viel, viel Plot. Scheiße, noch eins. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach an. What the fuck? Das war viel zu viel Plot. Aber erstmal möchte ich natürlich alles probieren. Nein, ich glaube nicht, dass es funktioniert, wenn ich schon Nokia dabei habe. Oder doch? Okay, es geht trotzdem. Nice. Das kam jetzt unerwartet. Okay, dann würde ich sagen, Kolosseum. Auf geht's. Bin gespannt, wie weit ich komme. Shogun Gekkomon. Na, jetzt bin ich gespannt, wie weit ich komme. Ice Archery 3. Okay. Weil dann kann ich nämlich jetzt eigentlich ein bisschen trainieren, ne? Da hätte ich jetzt Bock drauf. Crescent Leaf. Macht ja fast Schaden. Machen wir das. Bumm. Und nochmal die Blumenkanone. Hätten wir auch noch ein bisschen kämpfen hier in dem Part haben. Das war ja viel zu viel Plot. Das müssen wir alle erstmal verdauen, nicht wahr? Ich glaube schon. Boah, das gibt Erfahrung. Alter, nice. Das war gerade mal eins. Oh, ein Pumpkinmon. So, irgendwelche Schwächen. Machen wir erstmal das Konsumon kaputt. Blumenkanone! Nice. Komethammer 3. Okay. Und ich würde sagen, einfach mal Double Scissor Claw. Wow, gut, mit Damage Up. Nice. Zack. Das war minimal Schaden, ja. Und Topaz. Oh, gibt das Erfahrung, Leute. Ich glaube, da werde ich mich dann offscreen mal an eine. Das ist mein Team! Voll geklaut! Voll geklaut!
Du scheiß Cheater! Warum heilst du in der ersten Runde das... Wow. Ja, okay. Voll geklaut, du Ekelhafter. Blumenkanone. Das ist mein Team. Ja? Niemand klaut mir mein Team. Frech. Zack. Down. Also die Frage, ne, wie weit geht das überhaupt hier? Oh, ein Weißmon und ein Datamon. Oder Datamon. Da hätten wir drei. Oh, ja, das macht schon Schaden. Immer noch nichts, wo ich jetzt sage, oh, das ist... Scary, scary. Okay, das macht schon... weniger Schaden auf jeden Fall. Oh. Das ist gut. Machen wir mal das. Double Scissor Claw! Ciao. Du magst das Holy Light? Hellcrusher 2. Und du magst... Was magst du denn? Blumenkanone. Bumm! Au! Das tut doch weh. So, jetzt noch ein Angriff und dann müsste er tot sein. Boom, ins Gesicht. Nice. Wow, gibt das Erfahrung. Alter. Das ist schon krass. Wenn ich hier mit zwei Zucker... What the fuck? Hallo, Skullgreymon. Na? Boom. Wow. Destruction. Was? Wieso? Wieso ist jetzt... Was? Wieso ist jetzt tot? Wieso hast du meinen Lila-Mann gekillt? Das finde ich nicht nett. Du Ekelhafter. Ich werde dich killen. Kill dir einfach meinen Lila-Mann. Was soll denn das? Blumenkanone! Bams! Und du zerstörst das Ding, habe ich gehört. Quest Leaf. Ciao! Wie viel Erfahrung gibt der Shit? Yo, 3000 Erfahrung! Nice! Ja gut, drei Leomons! Blumenkanone auf wen denn? Ja, das ist die Frage, ne? Das war auch Punch-Diamon? Ja, what? Das war's schon. Gilly Charge. Das macht ja fast Schaden. Was mach ich denn? Das ist alles kein Schaden. Wow. Das war wenig. Lila-Schauer! Boom. Gut gemacht, Lilamon. Oh, diese Erfahrung in dem Kolosseum hier. Wow. Yo, du bist ein Rapidmon. Und ein Taumon. Coole Sache. Das ist ein cooles Team. Gefällt mir sehr gut. Blumenkanone! Ciao, Rapidmon! So, du magst Schaden auf Taumon, das finde ich gut. Puff! Au! Was machen wir denn? Wir machen... Jetzt wollen wir nicht Schaden machen, aber ist ja egal. Wenig Schaden. Alles klar. So, ich bin ja hier auf den Boss gespannt, ne? Wenn ich mal ehrlich bin. Atomic Blaster. Yo! What? Okay. The fuck? Wir sind übrigens
nämlich bei 30 Minuten, also es müsste langsam mal zum Ende kommen hier. Naja. Zack, 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 allgemeiner Level-Up. Ja, da werde ich nach dem Part auf jeden Fall. So, ist das hier das Ende? Da ist die Musik anders. Ich glaube fast schon, oder? Guard Charge spielt. Okay. Der andere macht Int. Tech Break Shield. Ach so, so funktioniert das. Ich schau mal kurz, wie viel Schaden wir machen. Du bist übrigens ein Shakumon und ein Sylveemon. Wie viel Schaden machen wir denn? Ach süß. Ja, ich glaube, das ist wieder der Punkt. Oh Mann. Ich würde es wahrscheinlich schaffen. Denk mal, ich schau mal, wie viel Schaden das macht. Oh wow. Ich glaube, das würde ich schaffen. Lassen wir mal. Es wird auf jeden Fall hart werden. Critical Charge, was kannst denn du alles? Thunderfall 3. Okay. Ah, ich würde sagen, ich lasse mich da jetzt einfach besiegen. Ah, du kannst Aura, natürlich kannst du das. Oh Gott, das. Also, das Sylveemon, wenn ich den Kampf wirklich machen will, muss als erstes sterben. Ich verstehe das schon. Tja, wie bis endlich jetzt am letzten Kampf? Keine Ahnung. Ich würde es wahrscheinlich schaffen. Ah, dann habe ich kein Trainierort mehr, ne? Versteht er doch. Man könnte ja mal aufhören, ständig zu buffen. Disaster Blaster. Okay. Ciao, Lilimon. Das ist ein cooler Angriff. Desperado-Raketen, oder? So hieß es doch in einem Anime. Denk schon. Ich finde aber schön die ganzen Thementeams hier. Das ist echt cool gemacht. So, könnt ihr mich jetzt mal bitte besiegen? Ich möchte nämlich den Part beenden. Oder beende hier einfach an der Stelle. Ich glaube, Leute, ihr seht, der Kampf kann ein bisschen dauern. Ich würde sagen, ich trainiere dann ein bisschen offscreen. Damit wir dann im nächsten Part ein paar neue Digitationen machen können. Wäre doch auch mal wieder was Feines, ne? Und Leute, ich würde sagen, bis dahin sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.